今日はカーシー博士の INTJ、はいはい、こちらですね、NT タイプは、戦略的な人たちでシステムの操作に興味があっての INTJ は上の人ですね、はい、まあ、コーディネートっていう主なラインで整えたいがあって、陸軍元帥か、マスターマインドだと、はいはい、で今日は、まあ、黒幕なんて書きましたが、はい、INTJ さんのご紹介、ザ・マスターマインド INTJ。 全ての NT タイプは作戦計画に長けていますが、この INTJ マスターマインドは INT の中、まあ、NT ですね、 NT の中でも突出して優れた危機管理能力を持っていますと。これは過程の管理とも呼ばれ、予測される運用上のエラーや人員、物資不足に対処するためのもしそうなったらっていうシナリオを組み込んだ計画を作成します。ヨーロッパへの家族旅行を計画するような小規模なものから第二次世界大戦のようなヨーロッパ侵攻作戦まで、複雑なプロジェクトでは必ず何らかの想定外の事態が発生します。このような作戦はいくつものステップが順番に正しく連携して実行される必要があり、それぞれが予期しない問題に直面する可能性があります。このマスターマインド INTJ はこの各ステップがどのように次のステップを必要とし、どのような課題がそこで発生するのかを把握し、代案を準備しておくことができますと。INTJ は各現在のプロジェクトを進める際にも、基本はプラン A っていうのを念頭に置いていますが、プラン B、プラン C、プラン D、プラン E を必要になればいつでも切り替える準備ができています。こんな人なんですよ INTJ さんって。はい、お前の気持ちは置いとけですね、はい、でプラトンの合理主義者、アリストテレスの弁証論者の代わり種亜種である INTJ は、多くの点で他の NT タイプとは大きく変わりません。全ての合理主義者と同様に、コミュニケーションは抽象的で、目標達成には実用的なアプローチをとります。彼らは科学を学び、テクノロジーに夢中になり、システムとうまく連携します。彼らの視点は実用的で、懐疑的で、相対的で、空間的な交差、座標ですね、と、時間の感覚に焦点を合わせていますと。彼らは自らを独創的、自律的、そして断固たる存在として捉えている傾向がありますと。可能であれば冷静でありたい、そして理性に信頼を置き、成果を渇望し、知識を求め、尊敬を求め、科学とテクノロジーの魔法使いになることを目指しています、はい、なんでまあこれはあれですね、うん、カーシー博士のこれまでの細かいところをキュッとした感じですね、はい、うん、でそれが落とし込まれるとどんな人になるのかを紹介させていただきますが、マスターマインド INTJ は人口の 1% にも満たないほど希少で、オフィスや工場、研究所以外では見かけることはほとんどありませんと。高いリーダーシップ能力を持ちながらも、 INTJ は率先して指揮を取ることを好まず、他者がリーダーシップを取れないと判断するまで控えていますと。しかし一旦リーダーになると徹底的な実用主義者となり、現実を戦略で練り、洗練させるためのチェス盤のようにこの現実を捉えますと。計画段階ではマスターマインド INTJ は完全にオープンであり、有用性のある可能性を秘めたあらゆるアイデアを検討します。実りある理論はすぐに採用され、残りはすべて簡単に捨てることができますと。 INTJ にとって秩序は決して恣意的で故意的なものでなく、常にそれは改善の可能性があるものですと。そのため称号、資格、肩書き、
または有名人としての権威には感銘を受けず、スローガンや流行語にも興味を持ちませんと。彼らは、有用なアイデア、つまり明確な目標達成に向けて効率的に機能するアイデアだけを受け入れますと。自分にとって意味をなすアイデアのみ採用し、そうでないものは誰の提案であっても考慮しませんと。はい。はい。これ強くて羨ましいですよね。この INTJ さん、マスターマインドは他の合理主義者よりも自信家である傾向があり、通常は非常に強い意志を持っています。意思決定は彼らにとってそれは簡単なことであり、物事が決着するまで落ち着くことができませんと。完成、まあ完遂ですね。完遂する強い意欲を持ち、常に長期的な結果を念頭に置いて行動しています。アイデアは彼らにとって独自の力を持っているように見えますが、彼らは全てのアイデアを実用的な視点から吟味します。INTJ は問題解決が大好きであり、クリエイティブな解決策が求められる課題に直面すると非常に刺激を受けますと。これらの性格的特徴から、理論モデルを現実化できる職業に就くことが多いと。与えられた機会があれば、どこでもデータと人間システムを構築します。科学研究者や企業の経営者として結出することができますと。まあ、このデータ&ヒューマンシステム、データと人間システムって訳しましたと。INTJ は人間と人間が関わるシステムを構築することを思考すると考えられますと、ジェミニに言われました。はい。はい。科学的根拠はありませんって毎回言われましたけどね。はい。はい。で、この INTJ さん、陰遁気質なコーディネーターは、なんて書かれるんですけど、はい。まあ、人付き合いを好まず、一人で好む性格を指すのが、まあ、この陰遁気質らしいんですけど、この陰遁気質なコーディネーターは、通常、責任ある地位に上り詰めます。というのは、彼らは長期的かつ努力を惜しまず働き、目標達成のために粘り強く、自分自身の時間と労力だけでなく、同僚や従業員の時間と労力も惜しみませんと。惜しめよって思うんですけどね。はい。通常彼らはポジティブなことを口にし、ネガティブなコメントを避ける傾向があります。過去の過ちにもとらわれず、組織を前に進めることにより、それだけに関心を持っています。時に視野が狭くなり、キャリア上のそれは弱点にもなります。なぜなら、自分自身の追求に集中しすぎて、他人の意見や希望を無視してしまうからですと。これが INTJ さんなんですね。このマスターマインド、INTJ たちは、組織の良好な運営には、内部と外部の整合性が不可欠っていうことを確信していて、機能の重複、作業の非効率性、紙の無駄遣い、人的、物的な資源の無駄、まあ、そういうものに直面すると、忘れ去られた目標に沿って業務を再調整します。忘れないでください。彼らの絶対命令は常にコストパフォーマンスなのですと。はい。はい、AI みたいですよね。どういうことですか？ INTJ さん。AI は結構柔軟性ありますよ。ジェミニは柔軟性ありますね。はい。はい、あ、さくらさん。INTJ はネット上にやたら多いですよねと。そうですよね。はい。ISTX でも I と T、あるいはその両方が強いと INT っぽく見える。というより、自分でそう思い込んでいるのではみたいなことなんですかね。ソシオの有利、特にタイプ Q ってことですかね、この Q っていうのは。エニアじゃないですか。あ、ソシオじゃなくてってこと、はいはい、ああ。が、ネット上だと多いと言われやすいのに似てる気がすると。タイプ Q の自覚が多いってことですか。タイプ Q なんか多い気はしますけどね。ツイッター見ると。なるほど。はい、みんな6だってって思うんですけどね。はい、みんな SJ タイプでタイプ6なんですって。はい。あ、っていう教育ですよね、日本は。社会、僕、この間、はいはい、全然話変わりますけど、どうぞどうぞ。見た文献っていうか、文献ですよ。はい。
で、はい、その日本の日本人の価値観を調べると、はい、SJ ではないこの伝統主義と属性的合理的主義で、はい、日本人は属性的合理主義が他の 国と比べてすごく高いところにある。ほう。でも社会は SJ の社会だから苦しいって言ってる人が多い。あ、自分たちが、ね、SJ の国を作っ、合理的を求めすぎて SJ な国を作って、で苦しいって言ってる人たちが多い。あ、面白いですね、はい、だから日本人個人で見るとこう合理主義の人が多い。なるほど、はい、これアメリカの謀略ですよね。アメリカの謀略、陰謀ですよね。 SJ っぽくし した、はい、だからアメリカの方が伝統主義で、あ、何かルールを守れみたいなのは個人はみんな思ってるけど、社会が自由な社会みたいなこれもアメリカの陰謀ですよねまあ、陰謀なのかどうか分かんないですけどね、はい、その属性の話面白いですねと。日本人の国民性と日本社会のミスマッチ。確かに国民が合理主義でも社会が規範的な矛盾が生じてる。あ、なるほどと。でもその国を日本人が作ったって言うんですよ、はい、合理を求めて SJ の社会を作ったで生きづらいって思ってるみたいな。作らされた感じですよね。じゃあ作ったんですよ、昔からですよ。だから。あ、なるほど。なんかそういう政治的な話は置いといて。はいはいはい、ああ、なるほど。昔から日本人は結構合理的に考える種族だったみたいな。で、その合理を突き通すには SJ な社会がいいっていう話ですよ。まあ、ルールはいりますよね。はい、で、作った社会が SJ な社会。要は、ルールが追いついてないって話ですね。ルールが追いついてないっていうか、はい、ルールをでも作ったんですよ。INTJ、例えば。はい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 。INTJ さんみたいな、うん、これはこうすると合理的ですごく素晴らしいからって言ってバッと広げて、うん、まあ、その時は多分良かったんでしょうね。でそれをこう、はい、うまくことするにはこういう社会がいいって作った社会がまるで SJ だっていう、 SJ っぽい社会を作ったが、はい、今変えられなくなっちゃったんですね。で中に入ると苦しいんですよ多分この INTJ は全てのタイプの中で在学中に最も高い成績を収める傾向がありますと。そして仕事においても自分と同じように周りを厳しく導く傾向があるため要求が多く満足させるのが難しいと思われることがよくありますと。同僚は一緒に働いている人たちはこの INTJ マスターマインドが自分を見透かしているような感覚に陥り期待に応えられていないと感じることが多いようですと。人々が INTJ の前で透明になっているように感じ、時には無能であるように思われることから、心理的な距離を持つ関係が生じることがよくありますと。同僚は、はい、INTJ を感情に乏しく、冷淡で無慈悲と表現するかもしれませんが、実際は彼らは単に組織の目標を真剣に受け止めており、はい、それらの達成に常に努めているだけですと、はい、真面目にやってるだけだよと、はい、真面目じゃないのはどっち、まあ、とも思ってないかもしれないけどね。逆にこう、はい、みんなのことを思って真面目にやってるんですよ。あ、それが正しかった、はい、ごめん僕はちょっと今同僚やっちゃったね今ね、はい、ごめんなさい。あの僕は絶対に INTJ なんてないので、はい、同僚ならうまくできるんですけどね、はい、いや真面目にやってるよ。真面目にっていうか、はい、まあ、みんなのことを考えてる。はい、そうでした。で、厳しくしてるのが冷たく見えるって話ですよね。はい。はい。はい、で、幸いなことに、この INTJ さん、マスターマインドたちは、自分が正しいと信じていれば、同僚からの無関心や批判も、それほど気にすることはありませんと。だって、コストパフォーマンスですから。はい。はい、あとも書いてありませんけどね。ごめんなさい。はい、僕を入れるな。僕を入れちゃダメ。批判もそれほど気にすることはありませんと。総じて彼らは献身的で忠誠心のある社員であり、その忠誠心はシステムそのものに向けられており、システムの中の個人には向けられてませんと。組織の中で人々が出入りするにつれて、これらの NT タイプは仕事に没頭するのにほとんど苦労しないと。
ND タイプとは異なり、 NF タイプはプロジェクトよりも人との関係に忠誠心を向けてますと。はい、まあ、ここで急に NF が出てくるんですけどねまあ確かに僕を思うと、はい、デザイン会社仕事がしたいっていうよりも、はい、まあ、やっぱ人周りの人、周りの人ですかね、やっぱり。はい、はい、でこのマスターマインドたちは家庭や結婚生活にも調和と秩序を求めますが、それは従順なパートナーを求めるものではありませんと。全タイプの中で最も独立的な INTJ はパートナーにも独立性があって、時には圧倒的な個性の強さにも対抗できることを求めていますと。はい、そりゃそうですよね、彼らはアイデアが欲しい人ですもんね。はい、常に改善できる余地があって、アイデアをよこせと、なんか言うことを聞けじゃないと。多分そうだね、反発してこいじゃないですか。言いたいことあったら言えって感じですよね怖っ、はい、でも否定しますよねそれに負けるなって感じいやもうそう、負けない人を求めてるみたいな。ちゃんと対等にこう言い合いができるレベルの人。勝てないですもんだって。まあ、勝たなくてもいいんですよ多分。ああそうですよね、負けずに来ればいいんじゃないですか。そうですよね、強い個性で。はい、では、恋愛はこの INTJ にとって特に難しい問題ですと。彼らは適切なパートナーを選ぶことを合理的なプロセス、つまり身体的知的条件リストを高度に相関する人物を探すことだと考えています、恋愛っていうのを。はい、そのため通常は最初のデートか2回目のデートで関係に将来性があるかどうかを判断し、あまり見込みがない恋愛に時間を費やしませんと。一般的にこの INTJ マスターマインドはこれらの選択を頭脳で行うため、冷淡で計算的な印象を与えることがありますと。さらにカジュアルな社交シーンでも冷淡に感じられたり、相手を安心させるためのちょっとした配慮を怠ったりすることがあります。例えば INTJ は世間話をするのは時間の無駄と感じるため、意図しないのにせっかちに思われることがあると。まあ、そういうのをさっと流すんですかね。そうじゃない、はい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 、もうそれいいからみたいなはい、枕っているじゃんって思うんですけどねもう言いたいことは何みたいなこと言われるじゃないですか枕で温めといてさ、前提とかを喋っときたいじゃないですかもあるじゃないですか。はいはい、はい、でそれを嫌うって話ですよね。はい、誤解しないでください。はい、あ、これ歌詞の言葉ですよ。はいはい、誤解しないでください。 INTJ は感情を読み取りづらいものですと。男性も女性も社交的で感情表現が豊かなタイプではありません。逆に彼らは強いプライバシーへのこだわりを持っており、ごく限られた人以外とは身体的接触を好まない傾向があります。しかしながらこの INTJ マスターマインドは感情深くロマンティックな一面も持っています。一度この相手が自分にふさわしいと判断すれば、情熱的で忠実なパートナーになり、愛する人からの拒絶なサインには過激なほど反応します。これ感情が出ちゃうんですかね。はい、はい、子供に対してはこのマスターマインドは愛情深く変わらぬ献身を示します。子供は彼らの生活における大きな焦点であり、忠誠心を持ってサポートし、自分の好きな方向で成長できるように見守ります。この非常に決断力のある INTJ は子供に独立した行動と態度を促します。一方で子供には明確な限界が必要であることを完全に理解しており、この限界を設定する際には常に断固として一貫性を保ちますと。以上がカーシー博士の INTJ、はい、マスターマインド、はい、黒幕の紹介でした。はい、明石家さんまさんが自己診断で INTJ って言ってた、それもわかりますよね。うん、全く人には期待してないと、はい、っていうのと蹴られたりすると、はい、怒らないんですか、
怒っても無駄だと、うん、なぜならそいつらはアホだから、うん、しょうがないと、はい、絡んでも時間の無駄だと、何か言うのも時間の無駄だとっていうとこだけが見ると AI っぽいですよね。明石家さんまが、明石家さんまももあ INTJ なんだとするとねっていう意味で、はいはいはい、明石家さんまさんが自己診断で INTJ と言ってたのは、エニアグラム研究者ナランホがタイプ7を INTJ に相当すると言ってたからありえない話じゃないと。なるほどね、そうなんだ。 ENSP とかじゃないんですね。あ、 ESFP とかタイプ7って、はい、ヒャッホー、はい、が気持ちの発露ではなく、はい、あれはシステムなんだと、はい、っていうことなんですかね。ごめんなさい、